こんにちは、まいこです。はい、それでは今日は生徒様からご質問いただいておりますので、英語学習に何かね、参考になるお手伝いができたらいいなと思っております。それでは早速質問を読んでいきますね。楽しく自分に合った英会話習得勉強法を知りたいです。ご質問いただきました。ありがとうございます。で、これですね、楽しく自分に合った英会話習得の方法ですね。これね、誰もが知りたいですよね。いろいろ考えましたけどね、人それぞれなんですよね。なんかね、解決しない匂いがプンプンしますけれども、例えばですけども、私は英語学習するときに参考書とか見たりとか、ドリルとかするのが大嫌いなんですね。全然好きじゃないんです。すごく眠くなってしまうんですね。なんですけれども、人によってはすごくそれが好きな方もいらっしゃるんですよね。なので本当に人それぞれで、まあ、例えば私ドリアン好きなんですけど、ドリアン嫌いな方もいるのと同じようにいろいろなわけです。で、そこで まず最初にやっていただきたいのが、どんなことができるようになりたいのかっていうのをまず最初に明確にしましょう。そしたらその目標に向かって進むときに、じゃあどんな道があるのかなっていうのを考えてみます。それで、まあ、YouTube 見ようかなとか、何か英会話スクールに行こうかなとか、それとかオンラインの講座申し込もうかなとか、コミュニティに入るとか、いろいろと選択肢が出てきますよね。で、そういう形でご自身の目標を、まず英会話で何ができるようになりたいのかっていうのを明確にした後に、どの道がいいかなっていうのが出てきます。それを人に聞くのではなくて、片っ端から全部試してみることをお勧めします。例えばですけども、私はすごい対面で英会話スクールに行ったらよかったわっていう方がいたとしても、それがあなたに必ずしもフィットするとは限らないからです。なので、もう何でもいいので片っ端から試していただいて、ご自身がやって、ああこれだったら続きそう、これだったら楽しいなって思うものを続ける。で、継続がやっぱり一番なので、何だったら楽しく継続できるのかなっていうのを一番重要なポイントとして置いて検討していただくのがいいかなと思います。あとはまあ英語喋れる人とかね、周りにいらっしゃったら、その方にちょっと話は聞くのはいいと思いますけども、参考にする程度で、最終的にご自身の感覚っていうのを一番大事にして決めてみてください。はい、ちょっとねバシッとした答えが出ませんでしたけれども、参考になってたら嬉しいです。これからもプレゼントだったりとか、あとは英会話に役立つ情報をお届けしていきたいと思っておりますので、お見逃しのないようぜひチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Thank you! Bye bye!